ジョージ・モーティマー・プルマンはアメリカ合衆国の発明家、実業家でプルマン社の創業者である。彼が建設した企業城下町であるプルマンにおいてストライキをする労働者を暴力的に鎮圧したことでも知られる。プルマンはニューヨーク州ブロックトンに生まれ、後に家族と共にアルビオンに移り住んで、そこで後に彼に成功をもたらすことになる多くのアイデアを着想した。 この頃、プルマンは棺を製造していた。プルマンは14歳で学校からドロップアウトしたが、最終的にシカゴで最も影響力があり、しかし論争の的となるような人物となることになった。シカゴでは、アメリカで最初のコンプリヘンシブスクールを設立する準備が行われていたので、プルマンはシカゴへと移った。シカゴは低湿地帯に作られた都市であり、通りの泥は、 馬が溺れてしまうほど深いと言われていた。地下に下水道を設置して排水することができないので、シカゴでは路上に下水道を建設して、それに蓋をし、事実上通りの高さを6から8フィートほど重上げしてしまうという方法をとっていた。プルマンはシカゴの中心部において建物を新しい地面の高さまで持ち上げて、その下に 新しい基礎を築く仕事を行っていた技術者の一人であった。これは、プルマンの父親が、エリー運河の克服に際して、住宅を移転させるために用いていた技術であった。エリー・スミスプルマン共同組合は、レンガ造り6階建ての巨大なトレモントハウスという、ホテルを、内部を顧客に利用させた状態のままで持ち上げてみせた、ことから、プルマンの評判は、大いに高まった。 シカゴのプレリー通りにあったプルマンの住居1859年から1863年までプルマンはコロラド州ゴールデンの近くで金の仲買人として働きそこで資金を作るとともに将来の事業仲間となるハンニ・バルキンボールに出会ったその後プルマンは鉄道の信頼者を製造したこれはプルマンカーとかあるいはパレスカーと呼ばれたこれは彼が アルビオンで過ごした若い時期にエリー・運河で運行されていた定期船に着想を得て設計されていた。最初の車両は1864年に完成した。プルマンの信頼車で暗殺されたエイブラハム・リンカーン大統領の遺体をワシントン DC からイリノイ州スプリングフィールドまで運ぶように手配したことから、プルマンは全国的な関心を集め、 車両の注文が殺到することになった。寝台車は一般の客車に比べて5倍も製造費が高かったにもかかわらず成功を収めた。寝台車は中流階級の贅沢として売り込まれた。1867年には彼の最初の走るホテルである台所と食堂を備えた寝台車、プレジデント号を導入した。食事は その当時の最高のレストランに匹敵するもので、サービスには火の打ちどころがなかった。翌1868年には、世界で最初の素晴らしい料理専用の寝台車である、デルモニコ号を送り出した。デルモニコ号のメニューは、ニューヨークの有名なレストランであるデルモニコから来た、シェフが準備したものであった。プレジデント号、デルモニコ号及びその後のプルマンの寝台車では、 一流のサービスが提供されており、それは解放されてから間もない、かつて奴隷だった人が、ポーター、ウェーター、メイドー、芸人、ボーイなど様々な役割を一人で、果たして提供しているものであった。プルマンは、もし彼の信頼者事業が成功したならば、乗車券を販売、収札し、電報を配達し、サンドウィッチを販売し、破れたズボンを補修し、日中の座席車を、 信頼者に切り替えるといった様々なサービスを旅行者に対して提供する必要があると考えていた。またプルマンは南部のプランテーションで働いていたかつての奴隷が彼の宮殿のような車に金を払ってくれる。プルマンの会社は南北戦争後のアメリカにおいて単独の会社で最も多くのアフリカ系アメリカ人を雇用する会社となった。 1869年にプルマンはデトロイトカーマニュファクチャリングを買収した。1870年には特許と東部における競合事業者であったセントラルトランスポーテーションを買収した。1871年春にはジョージ・プルマン、アンドリュー・カーネギーとその他の人々は財務上の苦境に陥っていたユニオンパシフィック鉄道を救済し、その取締役となった。 1875年の時点で、プルマンの会社は10万ドルの価値がある特許、営業中の700両の信頼者を所有し、また銀行に数十万ドルの預金があった。1887年、彼はベスティビュール付きの列車を設計し、実現した。これは、列車全体を1両の車両であるかのように、繋いでしまうデッキの空間であり、ペンシルバニア鉄道の幹線で最初に使用が、 開始された。1880年にプルマンは、イリノイセントラル鉄道で、シカゴから14マイルほど南にある、カルメット湖のそばに80万ドルを投じて4000、エーカーの土地を購入した。彼は、サロンスペンサービーマンを雇って、そこに、新しい工場を設計させた。また、労働不安と貧困の問題を解決するために、住宅、商店、教会、劇場、 公園、ホテル、図書館など備えた街を彼の従業員のために工場に隣接して建設した。最初に建設された1300の建物はすべてビーマンによって設計された。この企業城下町の中心に位置するのは管理ビルと人工の池であった。プルマンの愛する娘の名前にちなんでホテルフローレンスがその脇に建設された。この町はプルマンと名付けられた。 プルマンは田舎の空気と世論を喚起する先導者や酒場、歓楽街などのない素晴らしい施設が幸福で会社に忠実な労働力をもたらすと考えていた。この計画的に作られた自治体は1893年のシカゴ万ク博覧会において大きな関心を集め全国的な評判を呼んだ。プルマンはメディアから白愛と将来へのビジョンを 称賛された。死亡率統計によれば、プルマンの町は世界で最も健康な土地であるとされた。またこの町が期待された快適さと同じくらい、プルマンはこの町が利益を生み出すことを期待していた。1892年の時点で、この町はそれ自身が利益を生み出すようになっており、500万ドル以上の価値があるとされた。プルマンはこの町を封建貴族のように統治した。 彼は独立した。検査官が定期的に各家を訪問してその清潔度を検査し10日前の通告によりいつでも賃貸を終了することができるとされた。プルマンが認めた宗派はどれも教会の賃料を払うつもりがなく、またそれ以外の宗派はそもそも認めていなかったので建設された教会は使用されないままであった。個人的な事前団体は禁止された。 プルマンの労働者はかつてこのように言った。我々は、プルマンの家に生まれ、プルマンの店に養われ、プルマンの学校で教育を受け、プルマンの教会で教理を習い、そして死んだら、プルマンの地獄へ行くだろう。プルマンの町に住むプルマンの従業員この、プルマンの町は、国定の史跡となっている。1894年に、プルマンの会社の業績が悪化した時、 プルマンはコストを減らして利益を維持するために労働者を解雇し給料を下げ労働時間を長くしたがプルマンの町の家賃や物価は下げなかったプルマンの町の家賃や利用料物価を下げなかったという失態によりプルマンの会社の従業員は暴力的な動乱となったプルマンストライキを引き起こしたこれは 最終的にイリノイ州知事ジョン・ピー・アルト・ゲルトの反対を無視して、グローバー・クリーブランド大統領が連邦軍を投入して鎮圧した。この1894年の事件の原因を調査するために設置された国会委員会は、プルマンの家族主義が部分的には責任があるものとし、また、プルマンの企業城下町はアメリカ的ではないとした。1898年、 イリノイ州最高裁判所は、プルマンの会社に、プルマンの町の所有権を手放すように命じ、この町は、シカゴへと合併された。プルマンは、多くの公共事業に参加していたことが認められるが、中でもプルマンが社長を務めた会社が建設して、営業した、ニューヨークの高架鉄道が知られている。プルマンへの悪評は、プルマンストライキの後も残った。1897年に、 プルマンが亡くなった時、彼はグレースランド墓地の念入りに補強された鉄筋コンクリート地下室に鉛で打ち張りをした棺に入れて夜間に埋葬された。さらに労働活動家によって遺体が発掘され、冒涜されるのを防ぐために何トンものセメントが流し込まれた。プルマンの会社は1930年にスタンダードスティールカーと合併してプルマンスタンダードとなり、 最後の客車をアムトラック向けに1982年に製造した。この最終製造となったスーパーライナー客車にはトレイン寿司の提言によりジョージ・ m プルマンの名が付けられている。その後プルマンスタンダードの工場は放置状態となり、最終的に閉鎖されて1987年に残った資産はボンバルディアに吸収された。ワシントン州のプルマンは プルマンを記念して名付けられた。当初はプルマンに大きな鉄道が通ると考えられていたが、実際に鉄道が通ったのはスポケーンであった。ありがとうございます。